ナチュラルメッセージ不思議相談室ということで、ナチュラルメッセージの杉山さんにまたお越しいただきました。おはようございます。はい、おはようございます。はい、今日は前半聞いてました？聞いてましたけど、はい、健康の話ですね。健康の話、健康の話をした方がよろしいんですよね。あ、いやいやいや、いいですよ。いつもユニークなお話を届けていただいているので、今日も別の意味で目から鱗かなっていうお話をしていただけたらば、きっとリスナーの方も楽しんでくださるんじゃないかなって思います。そうですかね。はい、今日はどんな話を、今日は実は健康の話をしようと思ってきたんですけど。あ、そうですか。はいはい。食べ物の波動の話をしようかなと思ってきたんですけど、はい、ちょっとふと思って、食べ物じゃなくて、人の波動の話をしようかなと。あら、まあ、食べ物の波動の話はじゃあまた別の機会に、まあ、次回でいいかな。はい、了解しました。はい、人の波動、はい、今日はどんな切り口でそのお話をしてくださるんでしょうね。まあよく波動が合うとかっていう、合う合わないっていう言い方をするケースもあるじゃないですか。そうですね、まあ、波動というよりも波長が合うとか、波長っていう言い方をするのが、まあ、一般的ですね。でスピリチュアル系の人は波動が合うって言うんですよ。あ、そうなんだ、はい、波動が合う合わないって言うんですよね。まあでも第一印象でパッとお目にかかっても、合う合わないって直感的に感じたりもするじゃないですか。しますね。はい、そしてやはり深く話してみると、やっぱりみたいなところが出てきたりしますよね。はいはい、そうですね。やっぱりその瞬間的に第一印象で感じるものっていうのは、はい、やっぱりこれが波長であり波動なんでしょうかね。そうですね、多分第一印象で感じている、ということなんでしょうね。はいはい、私の場合はその実際にはその人に会わなくても、まあ、どのくらいって言ったらいいんでしょうね、かなりの情報を、はい、まあ、事前に、まあ、はい、例えば名刺だけ、はい、見るだけでもその人はどんな人かって分かりますので、あ、この人は会わなくていいなとかそうくるか、はいはい、まあ、先に判断しちゃうところがあるんですよね。なるほど、はい、実際私が名刺交換させていただいたいろんな方の名刺を見ていただいたことが、ありますね、何回かありまして、そのたんびに、まあ、私に合う人か合わない人か、はい、っていうのを見ていただいたり、はい、このビジネス上とかプライベートで、はい、私にとってこうプラスのいろんなことを運んでくださる方ですよとか、はい、この方は一見話が合うように感じるけども、ちょっと注意した方がいいですよとかってことを教えてくださるんですよね。まあ、そうですね、はいはい、でもこれなんで、はい、会ったこともない方の名刺を見るだけでそんなこと分かっちゃうんですか。伝わってくるものがあるんですよ。その文字情報、文字情報だけではないと思うんですけど、はい、その名刺から、はい、その人の情報が伝わってくるんですね。なるほど。で伝わってきたものが私のそのなんていうの、こう言語化された状態で伝わってくるものじゃないので、はい、それを言語化するんです、翻訳するんですよね。ああ、なんとなくイメージというか印象がこう湧き起こって、はい、それを話し言葉に変換する。そうですね、はい、そんなことをなさってるわけですね。はい、でも実際問題、名刺っていろんな情報が書かれてるじゃないですか。書いてますね。まあ、もちろんお名前は大抵書かれてます、はい、ありますね。書いてない方も、ね、ここまでにね、身近に一人いるんですけど、まあ、若干一名ですね他の人から知らないですね、はい、基本はお名前書いてありますもんね。はい、はいね、はいはい、青い熊って書いてあるだけの人もね、はい、いらっしゃったわけですけど、ね、まあ、それちょっと稀なケースなので、はい、はい、でそのお名前プラス、まあ、大抵の場合は会社名とか、そうですね、はい、でまあ、大きな会社なんかですと職場 の、ね、役職とか所属部署とか、はい、まあ、住所とか、はい、いろんなことが書かれてるじゃないですか。はい、で実は杉山さんはこの一つ一つの項目それぞれもピックアップして感じることができるんですよね。はい、あ、そうですね、はい、だから会社自体はあなたにとってこうだけども、はい、この人はこうだよとか、はい、部署がこうだよとかいろんな情報をくださることがありますよね。 そうですね、はい、それも全部一つ一つがこうイメージとして湧き起こってくるんですか。そうです、まあ、湧き起こるというか伝わってくるっていう感じですね。あ、はい、でも湧き起こるというと、こうなんて言うんですかね、こうスピリチュアル的な感じになっちゃうんですけど、そういう感じではないんですですよ。違うんだ。あくまでもそこからこう伝わってくる感じ、そこが情報をただ読み取ってるだけと
いう感じですね。なるほど、はい、うん、やっぱり私を含めて聞いてる方は、うん、イメージが湧かないぞって、それこそイメージが湧かないぞって感じだと思うんですけども、ね、はい、でもまあ名刺を手にして見てると何かを感じるわけですね、はい、うん、そうですね、うん、はい、でそれを言語化して伝えてくださってると、はい、でも実際多分伝えきれないものとか、はい、あとはこれはさすがに言わない方がいいぞとかって、そんな情報もあったりするのかなって今思ったんですけど、どうですか、うん、あ、どういうケースですか。例えば、はい、イメージとしては、その名刺からその読み取ったんだけど言わない方がいいってことですか、はい、それも相手に合わせますよ。あ、そうなんだ、はい、だから例えばだからそのビジネス上どうかとかって聞かれたら、ビジネスあくまでもビジネス上の話をします。なるほど、はい、これはまあお付き合いするに値するとか、はい、うん、いい取引になるんじゃないかとか、ただ人間性は最低かもしれないけどとか、そこは言うそこはまあオブラートに包みながら言うかもしれないですね。なるほど、はい、まあ、実際問題杉山さんご自身、これシュレッダー息とかっていう名刺があるっていう伺ったことがあるので、はい、ありますね、やっぱりもう持ってたいもないみたいな、はい、そういう名刺も中にはあったりするわけですよね、はい、そうですね、人によってはこれ燃やしちゃった方がいいとか、ね、言ったことがありますひどいですね、ちょっとこれと放送に流していいのかなみたいな感じなんですけど、でしょう、はい、なるほど、はい、でも要するにそのくらい人それぞれ千差万別で、うん、はい、まあ、だから ともかくまあ杉山さんにとってどうか、はい、好き嫌いというか合う合わないがまずあったりとかして、そしてまたそのこの名刺の方どんな方ですかって質問してきた、まあクライアントさんって言ったらいいのかな、うん、質問者、はい、その方にとって合う合わない、うん、杉山さんに合わなくてもその方に会えば、はい、OK なわけですもんね、はい、うん、こういった情報を一つ一つこう名刺一枚一枚読み取って伝えてくださると、はい、これお仕事でされてらっしゃるんですか。一応仕事でもやってますよ。あ、はい、そうなんだ。じゃあもしこの放送を聞きになって、はい、いや今ちょっとビジネス展開いろいろ考えてるんだけど、この人と組んでいいのかなどうかなみたいにお悩みの社長さんがいらしたとして、はい、まあ、それ社長さんはこの放送を聞いてそれをぜひやってみたいと思う方がどのくらいか分からないですけどね、はい、でももしそんなケースがあった場合は、はい、まあ、この番組宛てにお問い合わせいただいてもいいし、杉山さんのホームページの方から直接コンタクト取っていただいても見ていただけるんですか。はい、なるほど。一応あの占いっていう形でやってます。あ、でもこれ1時間で、うん、あの3000円ですから、まあ、それ高いと思うか、ね、安いと思うかは、まあ、じゃあ1時間で見れる範囲何枚でも見ていただけるんですか。何枚でもいいですよ。へ、はい、なんかちょっとお得な気分がしてきました。束で持ってきていただいてもいいですよそれこそもう瞬間的に折り分けていきますから。あ、そうなんだ。じゃあ仮に100枚くらいドカンとあったとしても、はい、まずざーっと避けていって、はい、見るべき人と、はい、見るべきじゃない人とまず分けて、はい、二山分けてって、でそれから重点的に細分化しますね。それ、はい、それ3000でやってくれるんですか。そうですね、はい、あ、それちょっとお得ですね。知らなかった、うん、あ、そうですか、はい、そうなんだ。でもそれ占いとは全然違いますよね、まあ、占いとは違うんですけど、うん、一番近いじゃないですか。分かりにくいので名称として。そりゃそうですよね。世の中にそんなサービスってないしそんなことができる人も、はい、まあ、いるかもしれないけど、はい、ほとんど巡り合うことないですよね、うん、でもこれ多分、うんうん、あの能力的には誰でも持ってるようなタイプの能力だと思うんですよ、この能力自体。例えば例を出すと、うんうん、例えば駅、はい、電車でどっかの駅に行って降り立った時に、はい、駅それぞれがこう空気感って違う。違う感じますよね、うん、違いますね。わかる。それはあれと同じようなもんですよ。要するに空気感を感じるっていうのと、あ、名刺からその人を感じるっていうのはそう大した違いではないと僕は思ってるんですよ。ただ常識ではありないですよ、名刺から感じるっていうのはただあとこれ名刺からどうこうって名刺じゃなければいけないのかって思いがちなんですよね、はい、そう言われたこともあるんですけど、はいはい、あの本人がいればあの本人の方が感じますのでより正確に。そうなんだ。でも逆にご本人目の前にしちゃうと、はい、逆に別にいろんな情報があるじゃないですか。ありますね、いろんな情報があるので、はい、名刺からだともう本当に選別された特定の情報だけが来るっていうのと比べて、はい、逆に情報型になっちゃって見にくいとかってないんですか。まあ、いっぱい会話しちゃうと見にくくはなりますよ。その会話すると、ね、私の、主観が入ってくるので。あ、そりゃそうですよね、はい、うん、でその場合はやっぱり名刺からで見たことも会ったこともないですよっていう人の方が本当にドライに
もう直感でパッパッパッと寄り分けて、うん、まあそうですね、あと目の前に本人がいてこの人はダメですよって相手で伝えられないですから確かに、はい、だからそういうケースはまあ普通ありえないっていうことです ね、うん、そうですね、はい、後で裏に回ってこっそりお伝えするしかないですね、はい、もしそういうご依頼だった場合は、はい、そうか。でもやっぱりじゃあそうやって直接会ってみて、あ、この人全然ダメダメっていうこともあるわけですよね。ありますね、はい、でもそういうのが事前に分かっていたらば、杉山さんの場合事前に分かろうと思えば分かれるわけじゃないですか、はい、そしたら周りはさぞかしいい人だらけかなとか思うんですけど、どうですか。まあまあいい人はいい人ですよ、まあ、ただ人数は少ないですよ、うん、ああそっか、そういう意味合いにおいては、じゃあ自分がこの人とはお付き合いしたいなと思って選別していって仲良しさんが出来上がってくるっていう感じなので、はい、そうすると後になってから嫌な思いをするとかっていうのはまずない。それはないですね、はあ、そうなんだ、はい、私は大量にありましたからね。まあ、正直なところここで告白すると、杉山さんがこの人やめといた方がいいよって言って、いやそんなはずないやって言って突き進んでた結果、言われた通りの現象が起きちゃってドヒャーってことが実は何件かあるんですよねそうですね今目の前で呆れられちゃいましたけど、はい、はい、なので本当にこの放送をお聞きになられている方、冗談でしょって思うかもしれませんが、正直私の中で何度も痛い目に遭ってるんですよ、杉山さんのご意見に逆らった結果ですねそうなんです。だから最近はですね、一応素直に従ってみようかなと思ってます、うん、 その方がいいとは思いますよ、ね、うん、でもどうなんですか、はい、ご自身の中で100発100中くらいの感覚ですか。いや現状は100発100中ではないですね。やっぱりブレはある、うん、多少ブレはありますよ、やっぱり、うんうん、60から 80% って言ったところじゃないですかね。あ、なるほど、細かいデータを見ようとするとやっぱり多少ズレはありますね、うん、なるほど、うん、でも致命的にこの人まずいよってあたりはかなりな確率でわかる。そこは多分ないでしょうね、致命的なのは、うんうん、まあ、最初の時点でより分けますから。そっか、はい、でも正直本当に信じてその指示にという指示というかアドバイスに従うようになってから、はい、私のお付き合いする相手っていうのもどんどん変わってきてるっていう感覚はあるので、これ本当に1時間3000円私の場合ちょっとねいろんな事情があって、はい、特殊なパターンで見ていただいてるので値段知らなかったんですけども、はい、3000円はお安いですね、これ本当に、うん、まあ、占いっていうカテゴリーにしてるので、はい、お友達と一緒だったら、5000円とかね。あー、なるほど、そういうパターンにもしてるんです。2人で一緒で5000円、2人で2時間、ちょっと割引で、1時間ですよ。じゃあちょっとすると損ですよ。ん、杉山さん数字あんまり強くないですかね。いやだ、2人だからはいはい、はい、だから2人で5000円ですよ。あー、でも時間が、だから2人だったら6000円じゃないですか、はいはいはい、だから1000円分割引ってことですよ。いやでもそれは2時間やってもらわないと割に合わないですよ。2時間やってあげてくださいもうやっぱり決めちゃいましたまたそういうことを言うだったら1人ずつ1時間やってもらった方がお得じゃないですかまあそれはそうですけど、はい、ということであっという間に時間が来てしまいました、はい、そうですね、はい、はい、ではまた次回、今度こそ食べ物の波動のお話をしていただきたいと思います、はい、そうですね、はい、ありがとうございました、はい、